チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。バカよさらば、プロパガンダで読み解く日本の真実、第6話です。プロパガンダに騙されないためには歴史を見よう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。3本撮りの3本目は作れませんでしたが、はい、キャラに合わせてベレー帽を ありがとうございます。触れていただいて、はい、もう素敵だと思います。はい、キャラ の赤いベレー帽の、はい、ちょっと、はい、ちなみにもう名前はつばちゃんでいいですか。あ、本当ですか。はい、はい、ありがとうございます。それも言い忘れましたね、うん、はい、じゃあつばちゃん、つばちゃんということで、はい、でですね、まあ、今回はですね、うん、よく騙されてる人が騙されなくなるようすると。でプロパガンダってなんかすごいね難しいものだと普通の人は思うんですけど、はい、驚しい、歴史を見てると騙されなくなりますよ、うん、っていうことをお話したいと思うんですが、はい、まずね、地上波なんてね、うん、嘘ばっかだ、ネットに真実が、ね、書いてあるんだみたいなことを言ってる人がよく言うセリフ、はい、史上最高の総理大臣は誰だ、この人。お、任期も長いし保守の期待を一身に受けてますし、まさに日本を背負って立つ政治家です。最初は頑張っていたけどな、お嬢でもこういうことを言われない、うん、安倍内閣になってね、まあ、経済が良くなって失業者が減って、うん、学生が就職できるようになって、うん、外交がしっかりしてって、うん、部分的にはそうですよ。でも史上最高、うん、その史ってどこからどこまで。いやーね、そうですね、うん、じゃあまずこの人たちとね、金過去で比べてみましょうか。どの人たち。この4人だったら、この4人しか歴史がないんだったら史上最高でしょうそれはね、うん、ね、この4人を立派な順に並べると、うん、議論の余地なく1番安倍さんですよ。そうですね。でも、うん、史上最高ってことはちゃんと基準があってやってるわけで、うんうん、はい、ね、じゃあ史上最低の民主党政権の史上最低って誰だって意外とね難しい、ね、3人意外と考えたことない人いるですね。民主党だからダメだっていうのは簡単で、うん、まあ、普通の暇な人考えなくていいんですけど、うん、人に向かって史上最高っていうんだったら、うん、そこまで考えないとダメ、うん、まあ、天の人はいいですよ、はいはい、プロでそれ言ってる人いかがなものかなと思うんですよね、じゃあさらにですね、次行っちゃいましょうか。行っちゃいます。もうちょっとね、うん、いきます。じゃあ史上最高の範囲広げますね、はい、ポン、あ、1人増えた、1人増えた、はい、ね、うん、じゃあね、まずね、行くと、うん、鳩山菅野田の、ね、3人って、はい、結構評価が民主党の関係者の間でも荒れてて、そうなんだよね、まあ、東日本大震災があったんで、あ、菅さんって、まあ、はいはい、全員最悪ですよ、うん、あれは言い訳不能、はいはい、ね、うん、なんですけど、うん、じゃあそれがなければ菅さん何やったかなってね、うん、で鳩山さんとほぼ一緒で、うん、鳩山菅さんっていうのはルーティン破壊したんですよ。うんうんうん、で野田さんって保守の人からも意外と消費税が評判いいのは、うん、ルーティンを破壊してない、うん、じゃあルーティンを破壊したルーティンを戻したって何のことかっていうと、うん、官僚の話を聞かなかったか、はい、官僚の話を聞いたかの、うん、じゃあ野田さん官僚の話を聞いた結果三党合意で消費増税、うん、デフレ化で、ね、ですね。だからこの3人をどう評価するかって、うん、まあ天の人はそんな暇なことやんなくていいですけど、プロの人はちゃんと、うん、ね、司祭に検討してから行ってほしいのと、でそこであえて麻生さんまで入れたっていうのは、麻生さんって何の実績もないばかりか、うん、リーマンショックって何の関係もない出来事で日本を地獄に叩き起ことして、はい、世界で一番悲惨な目にあった麻生内閣、はい、白川正明日銀総裁の時ですよ、はい、そこまでですね、はい、はい、うん、と比べると何もやらなかった鳩山さんと日本を地獄に叩き落とした麻生さん、うんうん、だって鳩山由紀夫さんが、ね、なんで総理大臣になって民主党政権ができたかっていうと、鳩山民主党でもいいから麻生自民は嫌だと思わせたんですよ。うん、そうですね、そういう時だったですよね。で安倍さんがなんで政権奪還できたかっていうと、はい、ね、安倍でも自民党でもいいから民主党は嫌だった、うん、そうなんですよね、はい、だってもうみんな安倍さんがどれくらい嫌われてたかとか、うん、保守の人たちが安倍さんのことをどれくらい石投げてたか。あ、そうなんですね。病気で、そうすぐ辞めちゃったからってことですか。そうで総裁選出る頃になって空気が変わってきましたけど、いろんなことがあって、それまでは安倍、終わった人でしょっていうのは保守の空気です。あ、確かにそうだったですね。何言ってんの、うん、
でしたわね、うん、っていう歴史を覚えてなきゃいけなくて、あ、そうですね、まあでもこの5人の中だったら私安倍さん最高でいいと思いますよ、はい、じゃあちょっと歴史をね、はい、急に変えてみます、はい、戦後の最高の総理誰だ、ポン、お、あ、戦後というか本当史上最高でいくとどうだっていう、ね、おお、ここに入るとなんか影がすごく薄くなりますね、長州だけ揃えちゃいました、あ、本当だ、まず伊藤博文、うん、大日本帝国を作った人、うん、山田太郎、筆頭元老、桂太郎、日英同盟結び日露戦争に勝った人、うん、岸信介、ね、日米安保条約でね、うん、日本をね事実上の占領状態から脱却させた人、はい、ね、さあ安倍さん、そういう人たちに匹敵するもの、帝国憲法制定とか、うん、大日本帝国陸軍作ったとか、うん、日露戦争勝ったとか、私なんか増税しかしてないイメージしかないんですけど、はい、うん、いやこのまま言うと増税に返した首相ですよ、うん、ねえ、増税頑張った人みたいなね、ねえ、伊藤山形桂の時経済良かったし、岸信介さんは事実上の高度経済成長を始めましたし、うん、ねえ、うん、いやこの4人より安倍さんの方が上、全然ごめんなさい、比べるのも私の個人的な意見ね、で、そのね、はい、津崎さんと同じことをね、はい、日本で最も言われる県言いますね、山口県、山口で史上最高の総理安倍晋三って言ったら怒られますよ、まず高村さんは所詮副総裁でしょって、総理大臣やってないんだから半人前でしょっていう年ですから、総理大臣になって初めて一人前、え、山口県はどういうふうにしたら認めてもらえるんですか、まず総理大臣になって立派なことやる、うん、総理大臣になるのがまず、うん、そういう土地です、うん、はい、はあ、さすが吉田松陰が出たとこでしたっけ、そうですよ、はあ、すごいっすよ山口県、あ、うん、なんと砂漠派の椿さんが山口県の長州と同じ申請になってしまった、うん、さてさて、はい、はいはいね、はい、じゃ あ, 戦後で比較していきますね、はい、まず吉田茂って7年1ヶ月やった戦後日本を作った人ですよ、はい、経済はまあ戦後復興をやってた人、はい、外交、日本の独立をね形式上とはいえ、うん、はい、まあ、実質的に回復したのが岸さんとしたら、ええ、まず形式上回復した、はい、だって沖縄なんてその後20年、うん、あのドルが使われてるしパスポートがいっぱいあるんですよ、ね、で直接米軍に支配されてたけど、はい、うん、で日本の場合その形式をね、うん、取り戻したから占領軍のジープが我が物顔で基地の外に出ることできなくなったとかね、はい、あるわけですよ、形式はね、はい、ゼロではないですからね、はい、中身もある話ですからね、はい、っていうことをやった実績があると、はい、ついでに言うと、まあ、第二次内閣あの6年やったんですけど、うん、ええ、まあ、後半3年はただの老害最初の3年で頑張ったで、まあ、あと言論会の話にして左翼パ翼を育てたという事項はありますけどね、はい、なるほど、ね、吉田茂と安倍晋三どっちがすごいってね、まあ、うん、コメ欄に、うんうん、はい、次佐藤栄作、はい、7年8ヶ月やって安倍さんが抜かなかったら史上最長不当、うん、佐藤さんはですね前任の池田勇人さん以上の高度経済成長ありました、あ、そうなんですか、はい、池田さんに高度経済成長やめろって言って池田さんが病気で辞めて自分が後釜ついちゃうと、うん、池田さん以上の高度経済成長、うん、まあ良かったんですけどね、でも公約破りは自民党の伝統芸能、うん、本当ですね、伝統芸能ですね、はい、うん、はい、であと何だかんないってこれ絶対褒めなきゃいけないのが、はい、沖縄と小笠原を取り戻した、はいはいはい、これはね佐藤栄作の偉いところですよ、うんうんうん、そうですね、はい、と間違いない、ただし、うん、当時アメリカからお前核武装して大国になる気ないって言われたのを拒否、うん、あ、大国になる気がありませんかって言われたのを拒否したってことですか、うん、やだ、まあ、正確に言うとあるよって言って何もしてない、あるけど、あ、嘘ついちゃった、大国になるよって言いながら、はい、でそれで、残念、前回の内閣法制局を野放しにして、うん、そんな役所じゃなかったのに今みたいな、うん、まあ、パ翼が相手に、ね、ならないようなスーパー左翼の牙城にしたのが佐藤栄作、お疲れ様でしたって感じです、ね、日本国お疲れ様でしたって感じですよね、うん、でひどいことあるけど、まあ、ただ経済日本戦後最高潮だし、うん、ですね、で沖縄小笠原取り返したと、うん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 、ね、安倍さんと北方四島いくつ帰ってきましたっけ、え、返してもらう気ないんじゃないですかじゃあ次いきます、はいはい、ね、5年やった中曽根康弘、はい、この人ねバブルです、バブル経済バブルしました、はい、安倍さん今バブルに戻りたいやってやってますよね、おー、
それが今の状態ですか。そうですよ。へえ、ね、それで、まあ、外交は論安関係とか言ってね、アメリカと仲良かったと言われるじゃないですか、はいはい、あれは中曽根康弘が表向きにね、最大限親米を装った心素心中なんで、うん、危なっかしくて正面から言ってた。そこすごいですね。じゃあ自主独立どころじゃない、だってあの時アメリカ、イギリス、フランスに西ドイツが、うん、一致団結してソ連を倒すぞって言ってる時に、うんうんうん、ね、もうソ連中央親ソ派親中派で政権固めてて、でアメリカにもいい顔しながら長期政権、風緑って言われてる。あ、なるほどね、まさかの親中派、うん、でやってることは憲法、歴史、領土問題を粉砕と、うんね、中曽根内閣の評価するとって浜子っていう人に聞くと、うん、大好き、ね、うん、憲法問題で北方領土交渉をぶち壊した男ってね。あ、中曽根康弘のこと。あと歴史問題が悲惨になったのも前の数奇前後もひどかったですけど、中曽根もそう、ぐだぐだにしてくれた。ぐだぐだにした、すみません、ね、で浜子さんすごい、はい、昔あの、日本を救う8人の政治家とバカ1人って本出したんですよなんかちょっとなんか分かるようななんか、はい、でそれでね、聞かれもしないのに、いいか、このバカっていうのは俺のことだぞ、中曽根のことじゃないからな、元首相を呼び捨てなるほどです。本当になんか浜子のそういうとこ大好きです、はい、私も大好きです、ねはいはい、ちなみに中曽根康弘は群馬県出身なんです、はい、申し訳ございません。ちなみに群馬といえば小渕恵三、はい、平成のおじさん、はい、あ、平成おじさんね、はい、小渕さんって絶対に人の悪口言わないんで有名だった、うん、あ、そうなんですね。で小渕日記って死んだら、うん、死ぬ前に焼き捨てようと思ったけど、うん、まあ、休止したんで多分あるんですよ、うん、優子さん持ってるんですよ、はい、絶対中曽根悪口書いてますでその絶対に人の悪口言わない小渕さんが、うん、あの幹事長の時かな、はい、中曽根さんがあんまりわがまま言いまくって、一兵卒として従いますって言って逆のことばっかりやってるんで、うん、腹に腹据えかねて、衆議院の議員会館の食堂に親友の父を呼び出して、うん、他の人が聞こえるの平気で、あいつだけは絶対許せない、よっぽど腹に据えかねたんですね。一平卒なんだったら言うこと聞けよとか言ってね、あんな怒った小渕さん見たら、ね、あ、なんかそういうイメージないですもん。うん、温厚なすごい我慢、ね、うん、人は、あ、そうなんですね、というね、まあ、そんな中曽根さんと比べてもどうだろうと、はい、であと金過去でいうとやっぱり小泉純一郎、うん、そうですね、うん、小泉出た、はい、ね、それはね、それはね、言うしかないね、言うしかないね、うん、やっぱりね、はい、今回安倍さんね、まあ、しっかりしてるように見えるけどね、前と変わってません、はい、前の時はね、私の後だから頼りなく見えたけど、はい、今は民主党の後がね、うん、ね、しっかりしてるの見えるだけ、全く変わってません一切このセリフは倉山先生のセリフですよね、はい、まあ、ニュースペーパーって人たちのネタをね、まんまパクってて ね、 ね、お前は芸人としてはね、プライドないのだとね、はい、まず小泉さんはですね、緩やかな景気回復して、はい、結局小泉さんがいなくなった瞬間、ね、ぐしゃーんと、うん、はい、で外交に関しては、まあ、こんな親米反中いなかったですよ、うん、そうですね、平成では最高の親米反中ですよ。そうですね、あ、だって靖国神社も首相として参拝してましたよね、毎年行ってましたし、ね、あれ中国に喧嘩売るって意味なの、うん、うちはお前な、それまで平成の政治っていうのは、うん、まあ、昭和の田中角栄から30年間ずっと中国の手下みたいな総理大臣しかいなかったに対して、俺はそうはならないぞっていうね、意思表示であり、うん、小泉さんアメポチはもう当然ね、ブッシュと仲良かったんでね、うん、言われてもしょうがないというか、むしろそれに狙ってやってるんだけど、はい、何のためかっていうと中国と戦うためなんで、だから小泉さんアメポチって言ってるやつね、10人中9人踊らされてる人ですけど、1人は中国のスパイですよ、なるほどね、はい、決めつけてください、はい、こいつにはアメポチって言ってる人の10人に1人は中国のスパイです、工作員です。なるほど、だってその人の履歴洗えば分かりますからね、うんうんうん、こういう関係とかお里が知れるんで。なるほどね。でそうやってアメリカとの仲良くやって、うん、アメポチやってるから拉致被害者奪還できたわけです、うん、だって第7艦隊がスタンバイしてたんですよ。あ、そっか。でそれによって言論空間に風穴が開いて、うん、それまで保守と右翼とヤクザの区別なんてなかったわけですか。どういうことですか。いや、だから保守っていうのはね、右翼とか、そのヤクザとか、ああいうね、人たちと一緒だと。あ、そうですね、うん、そういうイメージあります。だって北朝鮮って言ってたら放送禁止用語だったんですよ、うん、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国はって言い直さなきゃいけない、1回の正式名称、
もうおかしい空間だったわけですよ、うんうん、はい、まあ、すっかり本の宣伝だと忘れていましたが、うん、この本にねすごい冒頭がいかにね、うん、その2002年917以前が狂った言論空間だったかと、うん、でそれが今や あっちの陣営からネトウユ文化と言われるぐらい言論の自由がある時代になったわけです。小泉さんの声ですよ。チャンネルクララあるんだって、その前のチャンネルなんとかだって、うん、全部小泉さんが風穴開けたから存在許されたんです。なるほど、あ、分かります。なんかタブーでしたね。そうです、あの韓国のことを言ったりとかするのも、だ今出版とネットは、あの保守が強いですけど、それ全部小泉さんが風穴開けてます。ただ917で、うん、あの午前中と午後でもう別の国ですよ。あれって1年間日本人が怒り狂って本当に北朝鮮やってたんだと、うん、北朝鮮らしなんてでっち上げてたって言ってた、ね、言ってたやつの方が嘘じゃないかって言って、うん、今保守がネットと出版で優勢になれたと、はあ、いうのは大きいですよ、うんうん、確かに、うん、とこの4人と比べて安倍さんってどうですかと、ここはねあえて空白にしておきます。はい、経済、ね、経済、え、この人、まあ、小泉さんは抜けるかなぐらい。でも6年やってて吉田佐藤中曽根の誰にもかすりもしてませんからね、うん、で外交なんかやりましたっけ。いや、あの、まあ、言い方悪いけど結構いろんなとこに行ってお金配ってますよ。まあそういう、はい、社交はやってますよ。はい、社交やってますよ、はい、うん、まあオバマだろうがトランプだろうがアメリカ大統領と仲良くできればいいんだけど、うん、拉致被害者一人も帰ってくる気配ないし、はい、北方領土もあれだし、いました、はい、中国になんかできるわけないと、はい、うん、で何より突起事項としてはね、皇室に関してこれだけやらかしまくってますからね。そうですね、はい、いくつあるんだみたいなことがね、うん、いっぱいありますけど、本当ですね、まあ、ただあえてこれは私の見解言いましたけれども、はい、視聴者の皆さんがこの人たちと比較してどうだと、うん、では今日ね安倍晋三は史上最高の総理大臣かというテーマでやりましたけれども、うん、それね民主党3人とか麻生太郎の5分の1だったら最高ですよ、うん、でも戦後だけでどう、伊藤博文以来で、うん、だとどうっていう歴史を見ていると、うん、安倍晋三は史上最高の総理だってね、いやそれは民主党よりましたけどっていうのには騙されなくなりますね。でもなんか民主党ってなんかあの、まあ、なんていうのか、力がなかったんで、うん、国を動かせなかった、まあちょっとそういう面で言えば何もしなかったから良かった面もあった、まあ、だから結局あの人たちはルーティンを破壊したのと大震災でやらかしたのと消費増税ですよ、うんうん、そうということでですね、うん、まあ良かったっておかしいな、うん、はい、でも今日先生さんはあの、うん、お話をずっと聞かせていただいて、法制局に対して戦える政治家がいてほしいなっていうのを勉強させてもらったんですけど、それはやっぱり国民がまず賢くなってそういう政治家を送り出す、ね、やんないと、政治家求めても国民からまず知らないとダメだっていうので、まあ、ちょっとこのね第2シリーズやらせていただきましたよね。ぜひこれをこちらを買っていただいて一緒に成長したいなと思います。はい、いいまとめありがとうございます。はい、また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。